10番天と地と人3つに分かれます。11番速記録ということで、これは紛らわしいですね。早い記録なのかと思いますけれども、そうではなくて速記。速記と記録の6、こちらも記録の6ですので、こっちとつながってもいいんじゃないかと思いますけれども、そうではないというところ、ここで速記の方ですね、こちらで、つながってますよというところ、押さえておきましょう。まあこれは難しい問題ですね、間違いでも致し方ないかなとは思いますけれども。12番副議長ということで、こちらは、副、2番目に偉い人というような意味ですね。そして、議長、1文字と2文字に分かれます。問いの3、次の1から12、ふ、む、ひ、み、どれが入りますかということで、どの二字熟語には、どの、漢字が入るのか、これをしっかりと押さえなければいけません。あ、い、う、え、どれを入れてもいいというわけではない。入れなければいけないものがどれか決まってきますのでね。1番無神経、2番不正確、3番未完成、4番非常識、未開拓、無意識、未発表、不始末、非合法、不完全、非公式、無制限。こちらはもう三文字熟語として覚えてしまう形がいいかと思いますね。神経だからどれかというような形で探すというよりは、もう無神経という形でもう言葉で覚えてしまうということですね。何回か見ているうちにもう三文字熟語として、頭の中に入ってくるようになるかと思います。そうすると、違う、文字を入れるとおかしいというのがね、感覚的にわかるようになります。例えば、未神経と。神経のところに身を入れたらおかしいなという形でもうすぐに気づけるということになると思いますのでね。では問いの4、1から10に適、正、善、か、これを入れなさいということですね。先ほどもありましたけれども、適、正、善、か、この4つ性質を表す言葉、漢字のもしくは熟語の後ろにつきますよということですね。1番近代的、こちらについても先ほどの問いの3と同様、もう3文字熟語として押さえてしまうということですね。2番近代化、3番可能性、紳士然とした男だった、まさしく紳士のような態度の男だったという意味で紳士然という言葉、覚えておきましょう。5番合理化を図る、6番合理的に考える。合理という言葉、かも的も入りますよということで、文脈によってしっかりと判断しましょうねということですね。科学的、具体化、抽象的、対照的。